トランプ前大統領がアメリカニューヨーク州の基礎売審においてですね起訴されたことについて,て州によって法律違うんですよ会社法だったら一番整備されてる要は州によって整備状況が違うんですけど、えー、非常にあの使いやすいよく整備された会社法っていうのは例えばデラウェア州っていうところにあって大体アメリカの会社ベンチャー企業とかも含めですけれどもデラウェア州で会社を設立することが多いですね。えー、だかからデラウェア州法人になってたりとかする the sea ニューヨーク州は、えー、外国人もおかん、えー、と弁護士免許が取れるんで、えー、大体アメリカのお弁護士になった日本人っていうのはニューヨーク州の弁護士小室圭さんですかニューヨーク州弁護士ですねまあニューヨーク州で裁かれるのでどうやらその政治資金規正法っぽい法律ではなく選挙費用の虚偽記載みたいな、えー、そんな感じあるいは司法妨害罪みたいなところどんな法律を適用されてるのかちょっと詳細は分かんないんですけれども その辺ににななるんじゃいいかという,ふうに言われております今後の影響なんですけれどもまあこの程度の罪で今すぐアメリカの大統領選挙そもそも有罪が確定するのに連邦最高裁みたいなところまで争うのじゃないでしょうかだから時間がかかるなので、えー、要はまだ疑惑なわけですから容疑者なわけですかあ容疑者というか被告ですかね、えー、起訴されたんで被告ですけれども被告の状態なのでまあ、無罪推定なわけですねなので当然立候補はできますし選挙も戦うことができると。 この影響なんですけれども、おそらく検察官は、アメリカの検察官って大体、売名行為、あの、有名になりたいがために、でっかい相手と戦うと。例えば、えー、昔、ニューヨーク市の市長になったジュリアーニーさんだっけな。マイケル・ジュリアーニーさんっていう人は、もともとマイケル・ミルケンというですね、今、ミルケン・インスティチュートという、まあ、結構世界的な財団を運営している、まあ、ジャンク・ボンドの帝王と呼ばれた、まあ、僕と似たような感じのことで、えー、捕まって、懲役刑を受けて、その後復活して、えー、財団を作って、 活動とか経済活動やってる人がいるんですけどその人捕まえたのが元ニューヨーク市長なんですけどそうやって有名になってくるんですねまあ、あとはまあ民主党政権への忖度みたいなこともあると思うんですけれども日本と違って基本的にこう立候補して検察官になる人が多いんでやっぱり知名度を得たいのし上がりたいみたいな人が多いだからまあトランプ大統領を有罪にして名を挙げようと思ってるんだと思いますまたですねアメリカの場合日本だとねこういう場合でも逮捕しちゃったりとかして人質地方でしかも検察官 特捜部とか捜査して捕まえて起訴したら大体有罪判決出るんですけどアメリカの場合はそういうわけでもないのでしかも最高裁はですねアメリカの連邦最高裁は今。あの保守 あ要はトランプ大統領が指名したりとかして今保守優位になってしまってるのでまあ最終的にどうなるのかってなかなか見えてこないところがあるのと今回まあすごく美財ですよねトランプの支持者トランプ大統領の支持者ってまあ情弱ですよね簡単に言うとあのアメリカから出たことない南部の白人の情弱みたいな感じの人たち簡単に言うとねこうステロタイプに言うとそんな感じの人たちが多いのでまあ当然彼らは陰謀論を唱えますよねトランプはこんな美財で捕まえてそしてこれはけしからんみたいな 魔女狩りだみたいなことをトランプが煽れば煽るほど彼らは盛り上がってその陰謀論を信じて選挙に投票してバイデンを倒せっていうふうに絶対なると思うんで、まあ、正直この基礎というのは民主党にとってあるいは 共和党まあ、共和党もだから結局トランプ以外の対抗馬立てられんのかみたいな知名度とかその政治力人々を動かす力という意味で言うとトランプに頼らざるを得ないんじゃないかということで意外とこれはトランプ優位に働くんじゃないかというふうに考えてみましたということでいってらっしゃい